はい、深夜のパーキングからお送りしております。今日はね、実はちょっと悲しいことが起きました。私のメインカメラである、EOS One DS Mark III が故障しまして、まあね、一応ハイエンド機とはいえちょっと古いカメラなんで、まあ、故障してもしょうがないんですけどね、まあ、修理してくれるお店があるだけでもまあ感謝かなと。4万円以上かかってくるらしいんですけど、まあエラー80っていうエラーが出て、もうね、何もボタンを受け付けなくなっちゃうんで、まあお盆明けになると思うんですけど、修理しようと思います。で、私ね、最新機種のデジタル一眼はちょっとあまり興味がないんで、EOS One DS Mark III を大事に使っていこうと思ってます。まあ理由はですね、僕が見た主観だけかもしれないんですけど、新しいデジタル一眼っていうのはね、サイドとか輝度をね、デフォルトの状態で上げすぎてると思うんですね。つまりまあ取っ手出しの状態でね、ものすごくその鮮やかに綺麗に写真が写った方がカメラが売れるっていうんで、そのカメラメーカーが意図的にサイドや輝度を上げてるんじゃないかって俺は思ってるんですよね。まあわざと上げてるような人もいますけど、まあEOS One DS Mark III はDIGIC 3だったかな、で 50D とか、5D Mark II かが DIGIC 4になるんですけど、この辺ぐらいまでのね、キャノンの映像処理エンジンだとね、なんかナチュラルな感じの写真になるんですけど、もう DIGIC 6ぐらい以降だとなんかちょっとわざとらしく見えるんですね、僕にはね。僕は気のせいかもしれないですけど、で、まあまあ気のせいでも何でもそうですけど、まああまり好きじゃないので、その EOS One DS Mark III を直してしつこく使おうと思ってます。まあ前置きはこの辺で、あ、もうちょっと、プレゼント企画ですが、次の動画でプレゼント、カメラプレゼントを発表いたしますので、もうしばらくお待ちください。ちょっとまだ悩ん、実はまだ悩んでいる。では本編スタート。ね、今日は、あ、中年オタッキーです今日はね、以前からの、告知通りこいつの紹介ですね。これキャノン FT-B になります。これね、 FT-B っていうカメラ、実はFT っていうカメラがあるんですけどね、それの後継機種になりまして、キャノン FT っていうのはね、 TTL の開放速攻ができない不可能なカメラだって、随分酷評されたカメラだったんですね。で、まあ、意地をかけてこの FTB が、まあ、出たわけなんですね。シャッター速度はね、最速で1/1000秒、 TTL 開放速攻を実現しております。で、このカメラから FD レンズが使えます。電池はね、水銀電池のMR9 っていうのを使ってます。これ MR9 はもう製造中止になってまして、 FTB を購入した人は LR44 とか SR44 の、電池アダプターをつけてその MR9 のところに入れてもらうか、スペーサーを自作して、使用することになります。特にね、精度としては問題ない感じで使えると思います。これで、で私が持ってるこの FTB はね、 FTB の初期型になります。FTB の初期型、後期型をどうと見分けるか。後期型はね、このバーが、よいしょ、この F1N と同じ形になるんですね。これセルフタイマーのバーが同じ形になります。これはまあ古い型になりますよね。今ジーって動いてますけど、でね、このカメラ、まあ、レンズはついてなかったんですよ。ヤフーオークションでね、ジャンク品を61円で購入しました。で、61円で購入して、なんで61円のジャンクだったかというと、スローシャッターがね、全く動かない状態だったんです。で、スローシャッターが全く動かないやつを買ってどうするんだっていうことになるんですけど、スローシャッター直しました。実は簡単に直ります。 FT とかね、 FTB のね、スローシャッターは簡単に直りますので、やり方を教えておきます。オークションで結構ね、スローシャッターに粘りがあるとか、スローシャッターが動かないっていう FT や FTB の個体が多いんですけど、この下にね、見えるかな、隙間があるんですよ。実はね、この奥にスローシャッターのユニットが入ってます。
でね、スローシャッターを切りながら、まあこれがスローシャッターなんですけど、切りながらね、CRC の556をチッチッとね、微妙な量を入れてやります。で、しつこくスローシャッターを切ってると治ります。まあ3個まで、ほらね、動いてますね、精度も出てますよ多分これ、もうこんな簡単に治っちゃうんですね。で、61円で落札した、カメラになります。でね、とりあえずね、まずは、FD24F2.8 を撮って、で撮った写真を紹介しますね。今ねお見せした、FD24mmF2.8 で撮った写真、まあまあモノクロの写真なんですけどは、こう内蔵露出計、内蔵露出計を使って速攻した、写真になります。でこいつはね、まあF1 もそうなんですし FT もそうなんですけど、中央部部分速攻というのになります。中央部分速攻で、巡航で撮影したんで、露出、まあ、そのままの数字で撮って別に、ドンピシャで写ってますね。露出外れなく写ってますけども、中央部部分速攻で逆光で撮る場合は、そうですね、だいたい露出からプラス2段ぐらい、例えばシャッタースピードを2段遅くするとか、露出決定が針がドンピシャのとこから2段ぐらいね、露出をその光を多くしてやらないと、被写体が真っ黒になっちゃいます。現代のね評価速攻とはね、随分数字が違います。中央部平均速攻になるともうちょっと、露出を上げてやらないといけないかもしれないですね。そんな感じです。まあこの時代のレンズは、まあ、逆光に弱いんであんまり逆光で撮ることはお勧めしませんけどね。で次は今このついてるレンズ、これ FL レンズなんですよね。この FL レンズがね結構ねいい味出すんですね。設計はね FD50mmF1.4 と変わらないっていうんですけど、この FL レンズ実はね放射性物質を使ってあります。酸化トリウム放射性物質を使ってあって常時ね放射線を出している被曝レンズになりますね。測るとね 0.9 マイクロシーベルトぐらいあります。これ一年中浴びてるとね300ミリシーベルトぐらい被曝しちゃうんですね。まあ一年中ね一緒にいないんで、まあ、大丈夫なんですけどね。でこのレンズがついてたねカメラはね実はこっちになります。これねキャノン FT、 これ FTB ね、これ FT、 まあほぼね見た目は一緒なんですけど微妙に違います。これね底はねこんな感じ、これが FTB です。でこっちは FT、 あれなんかついてますね。これね裏蓋を開けるまあレバーですかが下についてるんですね。これねキャノン7っていうねレンジファインダーカメラをベースに作ったカメラになりまして、キャノン7はここにバーがあったんですね。で、これがかっこ悪いかなんだか知んないけど FPV からは蓋を通常のまあよくあるこれを引っ張り上げることで蓋が開くようになってますね。でそのまあグダグダ長くなりましたけどこの FL レンズで撮った写真を紹介しますね。どうだったでしょうか。この FL レンズのね写りがものすごく好きでね、以前も持ってたんですけど FL レンズ絞りバネが壊れてダメになっちゃったんですね、以前持ってたやつは。で FT もね昔持ってまして、それもシャッター膜が壊れてダメになって両方ダメになって処分しちゃったんですけど、まあ新たにねちょっと FT はね実は飾り用に購入したんですよ。僕はね一眼レフカメラ始めた、最初のカメラになるんですね。でもうこいつはねスローシャッターがもうほぼ動かない状態で、あ今動いてるな、まあ別にね高速シャッターもねもう完全に精度が狂ってるんでもうこれは飾り専用なんですけど、
で、まあ見てもらったら分かるようにね、FL レンズすごくいい写り、これはね、もう本当にね、カビも何にもないバリモンに見えますけど、実はね一面曇ってました。でね、あの分解して綺麗にしたんですけど、この絞りのねリングがね、これカチカチカチって今鳴ってますけど、これ玉が入ってるんですね。で、玉1個かなと思ったら2個入ってて、分解した時にコロンコロンコロンって、うわー、これ買ってどっか行っちゃったよって必死で探しました。FL レンズをね、分解する人、玉は2個です。十分、気をつけて分解してください。で、本当にね、傷も何にもない、吹き傷も何にもないね、バリモンの FL レンズになったんですよ。これね、当分愛用しようかなと思ってます。まあまあ今日の動画はこんな感じです。FTB なんですけど、まあ F1 も持ってますけど、 F1 と比較してもねそんなに遜色ないです。シャッター速度がね最速が1段遅いぐらいですか。で、まあ狙ってみようかなって思っている人はね、十分いいんです、十分いいです。で、露出系が動くかどうかっていうのは微妙になってきますけど、もし露出系が動かないようであれば、私もこれ使ってるんで、これサブ系なんですけど、これね、これライトメーターっていうね、アプリです。これね、iPhone のカメラを、iPhone のカメラをね、露出系にするっていうね、これ真ん中にね映像が映ってるでしょ。まあこの映像をね撮りたいところに合わせてねシャッターボタンを押すんですよ。そしたらね、シャッタースピードいくつの時に絞りがいくつかっていうのをね、ここにねだいたい目安が書いてある。これ反射式の露出系になりますけど、まあ、だいたい当たってます。で、今回 FL レンズで撮った写真はね、実はこのライトメーターで露出系で測って、これこのレンズ自体が開放速攻できないレンズですので、FTB では露出測れませんから、ライトメーターで測って露出を決定して写真を撮影しました。そんなことでね、iPhone とか、まあ、これ、ライトメーターが Android にあるかどうか確認してないですけど、無料のね、露出系アプリで、露出を測って写真を撮るっていう手もありです。まあ、そんな感じです。今日はね、キャノン FTP の紹介になりました。次回はね、プレゼント企画もありまして、ちょっと、1円で購入したレンズで写真を撮ってみたっていうのにしようと思ってます。案外ねカメラネタでネタ尽きないもんですね。あっという間にネタが尽きるかなと思ったら案外持ってます。どこかで尽きて中年オタッキーの動画が全然アップされないよっていう事態になるかもしれませんが、まあその時はご容赦ください。というわけで次の動画ちょっとね、メインカメラが故障してしまったんでちょっと時間かかるかもしれません。こうご期待、まあプレゼント企画もありますのでこうご期待ということで、今日はこの辺でさようなら。